ある日突然、異界の一角に周囲を威圧するかのように立ち並ぶ大きな塔の群れが出現した。王道十二級にちなんだ十二の塔。それらを作り出したのはオリンポスの主神ゼウスであった。彼の意図を問いただそうと、ゼウスの娘アテナと息子アレスは塔へと急ぐのだった。父上、この塔は一体何なのでしょう。おお、来たか。お前たち、この塔は多くの戦場が階層を成した十二塔だ。壮観であろう。十二塔。うん。そして全ての塔を攻略し、わしのもとにたどり着いた者にはなんとオリンポスの主神の座が贈られるのだ。父上、今何と言われたのでしょうか。主神の地位を譲ると言ったのだ。お前たち二人もうかうかしている暇はないぞ。わしは最後の塔の頂上で待っているからな。お待ちください父上。行ってしまわれた。冗談ではない。父上の思いつきでオリンポスの主神が変わるなど許されることではないぞ。だが父上はやると言ったなら必ず実行されるはず。私たちが塔を攻略しなければ他の者が主神に。アテナ殿、アレス殿、お二人もゼウス殿の話を聞いたようですね。あなたたちは。すでに味方の中には主神になるのも悪くないと野心を匂わせている方々がいると。なんてことだ。アテナさんとアレスさんは塔の攻略に挑むのでしょう。私たちに手伝わせてください。ほう、なぜだ。まさか我らを利用して指針の座を得ようとしているのではあるまいな。違います。私が元いた世界では王侯貴族の争いが国同士の戦に発展し、民も戦火に巻き込まれました。もし今回の件で再び神々が争い始めれば、それは私たち人間や異界の民にまで波及します。神同士の争いならまだよい。ゼウス殿の軽率な提案が広く伝われば、神や仙人、人間、妖魔入り混じる対戦の火種となる。ここは同じオリュンポスの神であるアレス殿かアテナ殿に急ぎ主神の座を継いでもらうのが良策であろう。せや、うちはこの異界でダッキちゃん以外にも友達ができたんや。友達同士が喧嘩しそうなら。なるほどな、わかった。そういうことなら力を借りるぞ。ええ、皆さんよろしくお願いします。共にこの塔へと挑みましょう。アテナ、兄弟力を合わせよう。くだらぬ芝居はやめろ、ロキ。
とは不正の地、戦場の道、考えてきてる。喜ぶがよい。真理の槍にてランテを断ち切る。お任せを。神の力を示す。Come on.
ことになるなんて。あなたに不幸呼んであげるわ。うまく進んでいるようだな。勝利をもたらす、それが私の責務だ。
皆のため戦い続ける。アテナ、兄弟力を合わせよう。くだらぬ芝居はやめろ、ロキ。火種は絶やさねばな。が相手となろう。
私が相手だ。勝負してもらおう。ここはそれがしよ。わしが直々に力を貸してやる。喜ぶなよ。この調子だ。私も共に敵を打ち倒そう。この超分煙がお相手しよう。決めてかかってくるといい。火種は絶やさねばな。おうおう、天使と長飛様のお出ましだぜ。
轄一族の一人、諸葛光球だ。我が力を侮るなよ。神の力を示せ。負けられぬ。やった。連れてくれて構わないぜ。いい調子だ。皆のおかげだな。真
ただまっすぐに貫くのみ。行くぞ。やったじゃねえか。電気と調子の出番だぜ。全能たる私に勝てるはずがなかろう。勘違いする。決着はついていない。私が負けたままにありえない。ここはそれがしよ。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。これ以上仲裁は晒せない。引かせてもらおう。
ったかしら。全能たる私に勝てるはずがなかろう。勘違いするな。決着はついていない。私が負けたままなどありえぬ。オリンポスの神の言った目に焼き付けるがいい。直々に力を貸してやろう。喜ぶがよい。よし、この敵の体に挑もうぜ。神の力を示す。
そっちの覚悟がいかほどか示してみよう。私に勝てるはずがなかろう。決着はついていない。私が負けたままなどありえぬ。
になるぞ。このロスキーが相手だ。さあ堂々勝負せよ。倒すつもりかね。その死に果さねばならんな。やれやれ、虚しいけど答えはいずれその口から聞こう。よし、最初の塔は突破したぞ。よくやったな、お前たち。これで主神の座に一歩近づいたぞ。父上、わざわざ降りてきたのか。その通り。わしは最後の塔の頂で待っている。先は長いぞ。くじけぬようにな。行ってしまいましたね。ですが、焦ってもいいことはありません。一つ一つ攻略していくとしましょう。